なんか死んでる人いるよ。あ、ガラスに突っ込んだらいけたぞ。おい、なんか死んで終わってる。死んで終わってる。前回苗で終わったんだ、それが。キッズみたいなことすんなよ。てか、なんかうちの近く爆発してんだけど、何これ。え、これみんなの脳のさ、作ったやつ見た？結構初めてあれか。ちょっと見る。いや、お前、ちょっと待って、順番に見よう。どれ作ったやつ見してよ。見せな。俺は最近はあれですね、なんかポケモンセンター化した。え、見よう。これです。なんか文句がありますか？文句があるっていうか、文句しかない。お前にさ、言いたいんだけどさ、凍ってんだよね、滝。いや、そう、これはなんかやっぱあれじゃない？これみやび。これそう、みやびじゃない。え、タカさんもだよ、それは。いや、これ多分ここだけピンポイントで振ってない、このブロックだけ。いや、多分こっち側は多分、あ、違うな、本当だ、ここだけだ。ここ呪われてる。ここだけ呪われてる。すごい綺麗だね、ダイヤモンドダスト。逆にね、観測上、うん、たまたまですけど。わしのチャンピオンロード見た？これ行きとか、ちょっと待って、チャンピオンロードは見たよ。一応、なんか増えてる。え、なんか増えてる。なんか増えてる。まだ作り途中だけど、これガチやん、お前。道から作るってやべえ。道から作ってる。自然にされる。自然にされる。俺の前任者が。これマジお気に入りなんだよな、これ。これ可愛いよね、これね。これマジお気に入りです、これ。あと10年後には何トゥトゥってなるよ。トゥトゥ。ここから入れんの知ってる、現状。おい、ほんとだ。何があんの？入ってみていただいて。ここに繋がるのか。おい、いなくなった。え、すごっ。これ知らない？ずっといたら死ねる、これ。ずっといたら死ねる。いたら死ねる、死ねる。かっこいい。A だしょ。これは A ね。バイオハザードだ。あれ、待って、これ僕、出られなくない？これ、音で感知しとる。あ、あった。あ、なるほどね。ちなみにこれ、どこに繋がってるか教えてあげるよ、現状。これ、なんとですね、ここに繋げさせてもろてます。いいっすね。これなんか、適当に通路作ったろうかなと思って、隠しの。意外とスペースが狭いんだ、これ。芝生でってあってある。何誰なんこれ、あったやつ書いといた。お、いいじゃん。ちょっともう一個上にしないか、これ。両方あればいいじゃん、同じの。あ、準備中じゃないよ。準備中、一生準備中になる。一生開かん。あ、ベルさんが作ってたらしいよ。 あ、神じゃん。そんないいのか、敷かれたレールの上は。おい、ダメだよな。ねえ、早く行こうよ。どういったの？早く行こうよ。どういったの？ねえ、早く行こうよ。自分らで敷くかいし、レール。じゃあレール敷くやろ。いいよ、敷くか。どっちに敷く？そんなベルさんがさ、まず他人の引いた道に沿って歩く。そんな人生でええんか。行こう。え、もう行った？え、わかんない、今どこにいる？今どこ？これ誰も答えてくれないのくさ。てか、ここまで来てさ、僕黒曜石持ってきてないことに気づきました。黒曜石あるよ、目の前に。え、すごい、なんで？任せろ、俺が術式でゲートを開くぜ。ドキナ、下がってろ。5カネパ、5カネパ来い。下がってろ。はい。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、え、なんだこれ、なんだこれ、どこ、なんなんじゃこりゃ。あー、ロード間に合ってなかったんじゃない。これ諸説あるよね。上に向かって掘ってみるっていうのがまず一案だよね。もうちょっとつなげて出してみるっていうのが。あ、でもなんか、ノリヤ、ノリヤ。あー、なるほどね。ありがとう。ボートになったか。うわうわ、ジョンプブレンダンブルーガーガーソテラー。おー、すごいすごい。攻撃ができません。あ、ごめん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 。そこにいるの。あー、ここにいるのか。そこにいるよ、ベイビーボーイ。私はここにいるよ。どこにも行かずに待ってるまでよ。村人ゾンビいてくさ。村人ゾンビ来てる。違う、これ、いたんです、ここに。こいつ使いたいの。とりあえず捕まえといた。オッケー、了解。あー、なんだこれ。あー、なんか繋がっちゃった。シンクの森、バケツが3つあるんで、バケツリレーですね、これ。そこに俺、いた方が早いんじゃないか。そこにおるんやで。わしが取ってきちゃる。ええか、そこから動くんちゃうで。要塞あるんだけど。クリアしに行く。それは今行ったら、もうおしまいみたいなとこある。持って変わっちゃうから。なんだこれ。受けるみたいな。どうやって受けるみたいな。やばーい。どうしたどうした。カイラハルが死んだ。大丈夫か。大丈夫なさそうです。どこで死んだの。カイラ君。やばい。溶岩ダイブってことは死ぬ。あぶね、やばい、俺が死ぬ。え、マジ。ダイブやばい。豚に殺される。
あ、マジ死ぬー。あー、俺死にまーす。ちょっと待てちょっと待って、ちょっと待って、楽しそう。あ、楽しくねー。楽しそう、僕も死ぬか。オーデンで戦ってない奴らがなぜか死んでるっていう。どこで死んだんや。任せろ、お前のグッズだけは必ずや取り戻してやる。回収したぞ神。部分的に頑張れ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 。私のは5分経ったので破壊されたかもしれない。死んじゃった。気力がえぐ、大戦争してる。いいな、混ざるか。僕もここに長尾と階段ばっか死んでずるい。そんなバカな。こういうゲームじゃねえからこれ。提案があります。一旦帰らないか。一回帰るか。そしてやはり先人たちの引いたレールの上を走らないか。一回これさ、ここ入ったらどうなるかやりたいな。この中そこ入ったらね、一回そこだけ入ってみる。広げたとこまで行ったらどうなるかチャンネルやりたい。こんにちは。チャンゲン行こう。俺もそろそろそっちに着くわ。じゃあ山に来て。あー、消し飛ばされまくってる。山にいるます。山にいるます。あれ、山の屋敷の中入った。まだ外にいるます。アーニャー。アーニャー、まだ外にいるます。アーニャー、ちょっと急いで。アーニャー、中入ってきてます。いいよアーニャー、早く帰ってて。今日どんな計画だったのか教えてくれ。桜を見に行くってなったのですが、約2名全ロス。なんかちょっとネタバレ食らったんだけど。ネタバレ食らった。イカで浮いてるんやが。おめたこ。ネタバレマン？ネタバレ食らった。ネタバレ食らったかもしれないそれは。イカで浮いてるんだが。おい。それはね、すまん。それはね、すまん。すまん。まあ、罪だね。そう。やっと戻ってまいりました。なんと1時間。進捗ゼロ。はあ、大変でした。お願いします。非内石。非内石、了解。内石さん、出番です。内石さん、出番です。はい、やったろね。うわ、これどこ上に向かって掘る。なんと、ね、松明持ってないですね。松明ないですね。あ、あるあるわ。サークル系用のやりますよ。助けて助けて。みんなどこ行った。あ、違う。助けてー。助けてー。ああ。私手疲れちゃうから掘りたくなーい。だる。だる。なんだいつ。でも綺麗に掘ってほしい。やばいやつ。頑張れ。頑張れ。あ、砂だ。おべべべべべべ。おべべ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 。あ、てか砂利山だここ。砂利山ですね。ずっと僕が欲しかった砂利山。って帰んない。これをめぐ分かれて探すか。うん、分かれて探すのが良さそうだよ。左に行く、左木だから。じゃあ、オラミリー。じゃあ、真っ直ぐ。あ、豚だった。お前、桜かと思ったら豚だった。お、桜あった。早っ。ちょっと待ってよ。お前、どこだ。座標どこ。おい、座標を教えるわ。俺は何が起こってたか全く分からない。わー、桜あった。マジ。なぜかというと、着いた瞬間に目の前が桜だったからだ。え、すごい。わーい。いいね、桜だ。検証します。検証します。わー、やばっ。めっちゃピンク。ハイダラ。え、そうなの。ちょっと待って。下下。そうなの。どこだどこだ。見たい。すげえ。え、かわいい。めっちゃピンクなんだけど。やばい、ちょっと研究者出ちゃった。サンプル品を取りたいという、この。ちょっと、かわいすぎるよ。誰の真似してんだ、お前。違う、これあるね。あの化粧系の YouTuber の人がいるんだよね。あ、よかった。自分のモノマネかと思った。船なくなった。船、あ、船なくなったな。そんな時も安心。なぜならここに作業台をポン。そして今取ってきた桜の木で。え、何がいるんだ。めちゃくちゃいいぞ。はい。え、かわいい。じゃあバルツ島帰ります。帰りますか。え、彼女乗りな。振られてるぞ。じゃあお前はその足で行くんだな。はい、行けや。邪魔だって。おいそこの彼女邪魔なんだけど。ね、ここのさ、上上がったところ、ここに桜じゃない。ここにほい、いっせーのーせ、そう、せせせ。おー、え、なんかちょっといびつだけど。蜂の巣セットなんだけど。本当だ、ラッキーじゃん。ハッピーセットだこれ。待って、ハッピーセット。ハハハハ。
これ東屋のところにも置いてこようかな。めちゃめちゃ蜂が生まれてます。うわバカいいやん。むずいな。一回切り倒して新しいの作った方がいいような気がしてきた。ねえ。桜ガチャ？桜ガチャあげる。桜ガチャするか。行くで。はい、ああ。そうだね。いや。桜ガチャしとくかその間に。いいね。室内侵食えぐ。おお甘い。でっかいな。うまくいってない？うん。なんでなんだろう。なんでなんだろうな。なんかやった悪いことしたかな。でんでん。お、ガチャ成功。まあいいんじゃない。ガチャ成功じゃない。え、綺麗じゃんこれ。ちょっと長尾の神社に食い込んでるけど。いいね、ついでにこの枝もちょっと一個直し切りますね。こんな感じでどう。これでそっちが結構削ってもらって大丈夫かもしれない。ダカーポできんのか。世界中？いや。でっかい桜の木だらけにして。ダカーポという作品は初音島という島が一年中桜が咲いてるんですよ。いやちょっともうちょっと新要素はまた見に行きたいな。竹ブロックもさまだ見てないよね。竹ブロックどんな感じなの。あいいじゃん。いいじゃん。はいはいはい。向きはあるっぽい。あでもこれなんか畳っぽくないちょっと。なんかこういうのあるよね。竹の部屋ある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 ね。竹の板材もある。うわこれ畳じゃん。こいつはあれなの。向きの判定あんの。いやないな。ねえねえ見て見て一緒だこれ。えかわいい。えかわいい。動物の森感すごいな。ねえ、ね、美味しそうじゃない。なんかすごい。あえめっちゃおしゃれだぞ。いいじゃん。めっちゃおしゃれや。やっぱ和風やね。ええめっちゃいいじゃん。竹のフェンスいいな。これがイカだ。さっきネタバレ食らったやつね。ネタバレイカだ。これどうすんのこれ。普通に乗れば多分乗れる。右クリック。イカだと船って何が違うんだ。えでもすごいちゃんと見えるよ。どうやって座ってるかが見える。あ本当だ。へえ。でもさこの原木の上とかにさこれ貼ったらめっちゃ可愛いんじゃね。確かに。うわイチゴロールだ。めっちゃチョコイチゴロールすぎるだろこれ。いいな。頭皮の道にここの道の地面を頭皮とかにしたらめちゃくちゃ生えるかも。石系じゃなくて木木材系。そうなの。生えるか。なんかこれみたいな感じでさこれの上につけるのどうや。ここまで高く。あ上から垂らすはありかも。このランタンの位置にまあもう一段上にして高くするのが良さそう。おおでもこれ遠くから見たらマジでいい感じだな。いや、丸つかんっていいんだよな。お疲れー。お疲れー。また明日ねー。また明日ねー。